皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、J1 第22節のスコア予想とトト予想をしていきたいと思います。まあ今節はね、水曜日に行われるということで、まあ連戦という形になって、まあ J リーグ第22節が行われますので、まあそちらについてのね、まあスコア予想とトト予想をしていきたいと思いますので、まあ毎度ね、最初にスコア予想をさせていただいて、まあ最後に、ちょこっとトト予想をさせていただきますんで、まあどちらもね、高確率当てるように頑張っていきたいと思います。はい、ということでまず早速です。 J1 第22節の対戦表です。10月14日明日に行われる水曜日の、ゲームです。サガン鳥栖対鹿島アントラーズ、ベガルタ仙台対横浜 FC、 柏レイソル対浦和レッズ、 FC 東京対清水エスパルス、ガンバ大阪対横浜 F マリノス、ヴィッセル神戸対大分トリニータ、サンフレッチェ広島対川崎フロンターレ、名古屋グランパス対コンサドール札幌、セレッソ大阪対湘南ベルマーレの試合になっています。まあ結構ですね、ここ連戦が続いてきて、まあ名古屋の、選手、吉田選手だったり、まあセレッソの松田選手など結構怪我にも出てしまっているので、まあそこが、懸念点ではありますが、まあ全チームね、頑張ってほしいなと思いました。はい、ということでまず早速第1試合目ですね。サガン鳥栖対鹿島アントラーズです。こちら1対3で鹿島アントラーズの勝利予想とさせていただきました。まあこちらね、結構対照的なチームになると思いますし、サガン鳥栖はね、まあ一つでも順位を上げたい、まあ来年に向けて頑張っていきたいというところもありますし、まあ鹿島アントラーズは、前節ね、ああいう劇的な勝ち方をできましたし、まあそれはね、最初に2点先制されたものね、まあ最後後半でショータイム含めてね、まあ小泉選手のゴールで追いついた、逆転できたっていうのはとても大きい、勝利になったと思いますんで、まあそこを逃さずというか、まあこの連敗からの、久しぶりの勝利だったと思いますんで、鹿島アントラーズはこれで、連勝に向けてね、頑張ってほしいと思いますし、まあサガン鳥栖もね、こういう上位陣を食うっていう面ではね、貴重な試合になると思います。はい、ということで続いてです。ベガルタ仙台対横浜 FC です。こちら1対2で横浜 FC の勝利予想とさせていただきました。まあこちら、まあ割と順位の近いチームでもあると思いますし、まあ横浜 FC はね、前節ああいう形で負け方をしてしまったっていうのはとても、痛い敗戦だと思いますし、ベガルタ仙台はね、まあこういうところで、まあ多少波のあるね、横浜 FC を食ってね、一つでも順位を上げたいというところもあると思います。横浜 FC はね、前節、2点を取って、試合をね、優位に進めたものの、まあ、ああいう形で最後逆転されてしまったっていうのところはありますが、まあ、確実にね、点を取る能力だったり、まあ、力っていうのはね、J1 でも匹敵するところだと思いますんで、まあ、今節はね、勝利できるように頑張ってほしいなと思います。はい、ということで続いてです。柏レイソル対浦和レッズです。こちら2対1で柏レイソルの勝利予想とさせていただきました。まあ、こちら、今節の、注目試合になってくると思います。まあ、柏レイソル対浦和レッズということで、まあ、オルンガ選手率いる柏レイソルと、まあ、浦和レッズ、前節ね、久しぶりの勝利ということで、まあ、ゆるき選手の、J1 初ゴールですか、というところで勝利できたというのはとても大きいと思いますし、まあ、あの、勝利、ゆるき選手がね、点を決めた時に、まあ、柏木選手だったり、たくさんの選手が寄ってくるところにはね、まあ、胸を打たれましたので、今節もね、頑張ってほしいなと思いました。はい、ということで続いてです。FC 東京対清水エスパルスです。こちらは、2対0で FC 東京の勝利予想とさせていただきました。まあ、FC 東京ね、上位、に食い込めるように頑張ってほしいと思いますし、まあ、清水エスパルスはね、まあ、なかなか勝てない日々が続きますが、こういうところでね、FC 東京という、強豪相手に、まあ、点を取ったりね、勝利できる、することができれば、まあ、またね、新しいチャンス、まあ、掴み取ることができると思いますし、まあ、FC 東京ね、こういう下位相手に、まあ、ここからね、もう勝ち点をこぼせない状況になってくると思いますんで、まあ、両チームね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ということで続いてです。ガンバ大阪対横浜 F マリノスです。こちらは3対2でガンバ大阪の勝利予想とさせていただきました。ガンバ大阪は、まあ、こちらね、ガンバ大阪対横浜 F マリノス、非常に面白い試合になると思いますし、まあ、ガンバ大阪の攻撃陣、非常にパトリック選手だったり、宇佐美選手を含むね、最強攻撃陣と、まあ、ハイラインで、守備をする横浜 F マリノス、非常に見どころの多い試合になると思いますし、まあ、乱打戦を自分なりに予想させていただきました。まあそこでね、ガンバ大阪の乱打戦によって勝利というところに、させていただきましたが、前節もね、マリノスは快勝を収めていますので、非常に注目の試合になってくると思います。はい、ということで続いてです。ヴィッセル神戸対大分トリニータです。こちらは2対1でヴィッセル神戸の勝利予想とさせていただきました。まあヴィッセル神戸、対大分トリニータというところで、まあ大分トリニータはね、前節ああいう大敗を喫してしまってからの一戦ということで、まあ非常にね、チームの状況が問われると思いますし、まあ対するヴィッセル神戸もね、負けてはしまったものね、まあ4対0から、見事3点追いついて、
まあ最後ね、可能性を残る試合になると、なったと思いますし、まあああいう力のあるチームなので、まあ今節はね、勝利できるように頑張ってほしいなと思います。はい、というところで続いてです。サンフレッチェ広島対川崎フロンターレです。こちら1対0でサンフレッチェ広島の勝利予想とさせていただきました。まあ非常にこの予想は難しかったですし、まあ自分がちょっとサポーターということもあって、多少、まあ、希望にかけてこのスコア予想にさせていただきましたが、まあサンフレッチェ広島が勝利する、予想とすればね、まあこの宇野ゼロしかないのかなと思いまして、まあ川崎ロンタレもね、前節は勝利したものの、まあなかなか内容が良くなかったものなので、まあ改善して、まあこの試合に挑んでくると思いますし、まあ広島はね、怪我人が多い中で、この首位相手にどう戦うかっていうのがキーポイントになってくると思います。はい、というところで続いてです。名古屋グランパス対コンサドーレ札幌です。こちら3対1で名古屋グランパスの勝利予想とさせていただきました。まあ、こちらも非常に面白い試合になると思います。まあ、コンサドーレ札幌ね、前節勝利しましたし、まあ、名古屋グランパスは、まあ、非常にね、順位も、高く好調なもののね、まあ、前試合、スタメン出場していた吉田豊選手が怪我をしてしまったというところで、まあ、そこの代役は、まあ、太田康介選手になると思いますが、まあ、そういうところもね、新たな見どころになってくると思いますし、まあ、コンサドーレ札幌は、まあ、若きね、金子拓郎選手が前節ね、活躍しましたというところで、まあ、非常に見どころの試合、多い試合になってくると思いますので、頑張ってほしいなと思います。はい、というところで続いてです。セレッソ大阪対湘南ベルマーレです。こちら1対0でセレッソ大阪の勝利予想とさせていただきました。まあ、セレッソ大阪ね、上位陣にいるものの、まあ、ここ数試合なかなか調子が上がらずというところもありますし、まあ、湘南ベルマーレはね、まあ、未だ勝ち点9というところで、まあ、非常に難しい、年をね、シーズンを、送っていますが、まあ、こういうね、上位陣を食うというところで新たに、発見があると思いますし、まあ、セレッソ大阪は、得意のね、守備陣を生かして、頑張ってほしいなと思いました。はい、というところでここからトト予想していきたいと思います。まあ、今節は、グループトト、ミニ A の、ミニトトグループ A のね、予想させていただきましたというところで、サガン鳥栖対カシマントラーズはカシマントラーズの勝ち、ベガルタ仙台対横浜 FC は、まあ、どちらか一方の勝ちということで引き分け以外を予想させていただきました。カシワレイソル対浦和レッズはカシワレイソルの勝ち、ガンバ大阪対横浜 F マリノスはガンバ大阪の勝ち、サンフレッチェ広島対川崎フロンターレの試合は、まあ、どちらか一方の勝ちということで、まあ、スコア予想とは違った形になりましたが、まあ、こういう予想させていただきましたというところで、まあ、今年はね、トト割と当てられていますし、まあ、こういうところでもね、しっかり当てれるように頑張っていきたいと思いますし、まあ、シーズンね、折り返し地点というところなんで、まあ、自分のね、トトの、勝率も上げていければいいのかなと思います。まあ、注目試合といえば、まあ、サンフレッチェ広島対川崎フロンターレだったり、まあ、このグループ、ミニトト A で言えば柏レイソル対浦和レッズなどが、注目の試合になってくると思いました。はい、というところで今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ毎度ね、このスコア予想トト予想させていただいてますし、まあ好評というところもあってね、毎節やらせていただいてますというところで、まあ皆さんのね、スコア予想だったりトト予想もね、コメント欄に書いてくれれば嬉しいです。というところで今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。Bye.